先駆け大百戦将岩間奥間岩間奥間九月は、日本の安土桃山時代の標本を家、人和流、通称は、小熊之助とも、江戸、時は橋の決闘で知られる。はじめ、人和流の海祖で剣豪の諸岡人和の門人となり、剣術を学んだ。人和は,は、江戸先に、剣術道場を開き流星したが、門人の中では、ネ岸と書く、岩間奥間。 土子トロスケの三人が特に抜きん出ていた。しかし、ヒトアが大風に倒れると、小熊とトロスケは自分の家財を売ってまで死を最後まで看病し続けたのに対し、トカクは道場を見限って出奔した。ヒトアの死後、トカクは江戸でヒトア流を未人流と称して道場を起こしていた。トカクが死を見捨て、カ氏から教わった剣術を自分が創始したかのように見せて、 道場を開いたことに起こった小熊と、トロスケはこれを撃つことに決めた。しかし道場を閉めることはできないので、くじで撃ってと道場を継ぐものを決め、その結果小熊が江戸に向かい、トロスケが道場を継ぐこととなった。旅に先立ち、鹿島神宮に願書を捧げ、新願成寺を祈願した。小熊は大橋に、日本武装と掲げて、都カを挑発した。 メンツを潰されたトカクは、小熊と戦うことになり、お互い木刀での立ち合いとなった。小熊はトカクを橋の欄干まで追い込むと、片足を掴んで、堀に投げ込んだ。トカクは逃亡し、小熊の名声も上がり人は流の名誉も挽回し、トカクの道場を奪うことができた。しかし、この勝負を恨んだ、トカクの元門人らのたばかりごとによって、後日風呂に誘われた小熊は、 湯にのぼせたところを彼らに切り込まれて殺害された。ありがとうございます。